富田秘書課長。知事が着用しているメーカー名が入ったものについてはですね、本件の地元メーカーである株式会社アシックスからスポーツ振興等を目的とした連携協定の契約を踏まえ、無償で提供を受けているスポーツウェアとシューズでございます。数量は、ジャージ類が6点、シャツ類が6点、シューズが3点の計15点で、先方とも数量を確認しております。管理は、秘書課で行っておりまして、知事が、公務でスポーツ関連のイベント等に出席する際、着用させていただいております。なお、提供に際して別途でですね、書面等は、交わして、いないこと、無償対応のルールが、未整備であること等を様々な、課題についてご指摘を受けておりますことから、先方とも相談の上、提供のあり方については改めて整理し、今後の取り扱いを調整しているところでございます。私からの説明は以上でございます。続きまして、広報広聴課長大町から、まず1点目が、広報広聴課で広報相談を行った、補助金関係のチラシ等広報物についての、知事写真の、掲載実績です。昨年度、チラシポスター等で相談を受けた件数は、まず全体で107件、その中で知事の写真が入っているものが11件ございました。また、その内数といたしまして、補助金、助成金系のチラシ、ポスターは全体が16件、その中で知事の写真が入っているものは、特殊詐欺対策の、録音電話機購入支援チラシ、高校生武者修行プロジェクトの、参加者募集チラシなど6件ございました。次に2点目です。ハバタンペイの、PR 用うちわについて、広報広聴課として、広報相談を受けて助言指導を行ったかについて確認事項となっておりました。この点について改めて実績を確認いたしましたが、広報広聴課が広報相談として対応した事実はございませんでした。はい、竹内委員。まず、無償対応されている、衣服ですね。そういったものにつきますけど、今、秘書課の方で管理をされているというご説明ございました。浴衣についてもですね、秘書課で、管理しているということで、浴衣についてはですね、クリーニング代を公費で支出して、管理しているということで、すべて、県の方でね、公務に着用するから公費なんだというご説明でしたけども、知事がいつも着ている、そのジャージ等は、あれもクリーニングしてるんですか？スポーツウェアに関しても同様にクリーニングをかけておりますか？ああいったジャージをクリーニングするというのは、私が持っているそういったことで、ちょっと人生でもないんですけども、本当にクリーニング出してるんですか？クリーニングかけております。無償対応にことについてはですね、今も課長から答弁がありましたように、制度化しないと、本当に誰がどこで何をもらったか全く正面でわからないなんてことはですね、これあってはならないと思いますし、県民の皆さんから昨日も丹波新聞さんの質問等について大変お叱りの声が届いておりますので、秘書課長というのは知事を支える立場でもありますから、皆さんからも適切な助言をですね、していただきたいと思います。それともう一つは、広報物。ハバタンペイプラスの第一弾の作成の時に、当初、知事の写真が入ってなかったものについて、何らかの働きかけがあって、写真が入ったということで、この委員会の質問の後、職員の方から、複数の職員の方から、情報提供がございまして、実は最初にですね、作られた、知事の顔写真の入っていない、うちわとチラシが各県民局、県民センターにどさっと到着をしました。その3日後に顔写真の入ったうちわとチラシが到着しました。ということで、その3日前に届いた写真のないものはお蔵入りしましたと。こういう事実はありますか？大町広報広聴課長。羽田、広報広聴課として詳細の方を承知していないというところでございます。これは、産業労働部の地域経済課の方でね、聞かないといけないんですけども、実はもう一点ですね、情報提供がございまして、知事から直接の指示があったかどうかというのは別にしまして、知事がこの内輪と、チラシについて、一番最初に知ったのは、昨年7月、7月の記者会見のですね、レクの際に、それを知って、レク、
に入られていた方というのはですね、その経緯を知っている。まあ、あの、告発文書、またそれ以外の文書も私、ちょっと持っておるんですけれども、そこに自分の顔写真が入ってないことに、まあ、入れた方がいいと思われたですね、知事がですよ。何が悪いかわかるよね、と、その、呼び出した方にですね。で、わからないと。そしたら、まあ、あなたはもういいと言って、まあ、どなたかを読んでですね、まあ、おそらく推測ですけれども、まあ、入れろという指示があって、結果として、当初作った、まあ、3日前にもう完成しておるようなですね、もうゲラが、出稿して、印刷に回っておるようなものが変わったと。記者会見のレクの場で言われてるんですよ、富田さん。はい。富田さん、昨年ですね、メディアの取材をお受けになってますよね。その事実、教えてください。いやいや、富田さんです。昨年取材受けてんのに。答弁できますか。有田秘書候補室長。はい、まあ、所管外ということもありますので、ちょっと私の方から、これ、産業労働部の所管ということもございましたので、先月、そういったお話がありましたことも踏まえまして、私どもの方で確認させていただいた内容についてご答弁をさせていただきたいと思います。で、こちらについて、私どもの方で確認させていただいた内容としましては、まず産業労働部の方で、ポスター、チラシについて、まあ、顔写真を入れるということを、まあ、地に提案をされたというのが、まず前段にあったというふうに伺っております。で、今、ご指摘のありました、うちわに関しましては、実際、写真の方入っていなかったということがございまして、先ほどご指摘のありました、記者会見のレクの際に、まあ、その辺の話になったというふうに伺っております。で、その後どうなったかということについても確認をさせていただきましたが、まあ、知事からの指示で写真を入れるという方向の検討がなされたというふうに伺っておりますので、それにつきましては、まあ、産業労働部さんの方とも、知事と申し上げました。はい。の方からということで伺っております。今までですね、知事の会見で自分がそういった指示をしたことがないというような答弁をずっとされてました。それを聞いていたですね、県の職員の方が、それは違うだろうと。かなりの方が私に苦情を言ってこられて。そして、詳しい経緯を教えてもらった。それと、昨年ですね、この写真を入れたことについて、取材をされていた方がおられます。これ今年じゃない。去年。その方が、はっきりと、もうこれ以上は誰かとはもう言いません。お認めになったんでね。言いませんけども、その方が、知事の指示があったと。認めた。そういうメモがあるんですと。そういう話も聞きましたんでね、もう最初からですね、まあ、皆さんが最初からそれを認めろっていうのは、知事の発言聞いてたら無理かと思いますけどもね、まあ、百条委員会とか、そういったところでいちいち、追及するんじゃなくて、事実関係をね、皆さんも、これからは県民の皆さんに、本当に真実を伝えることをしていただきたいなと思います。以上です。次は、今日の朝刊の記事なんですけれども、今週に入りましていろんなニュース番組やワイドショーが取り上げ始めました、関西ローカルのニュースから全国ネットのニュースに変わりましたのは兵庫県知事のお話です。今日の読売新聞の朝刊社会面ですが、兵庫知事の新疑惑、新しい疑惑提示という大きな見出しが社会面を踊っております。兵庫県の斉藤元彦知事がパワハラなどの疑惑を内部告発された問題で、県議会の百条委員会の理事会が昨日開かれました。斉藤知事が出張先で地元特産のワインを地元の首長、首長ですね、正しく読めば地元自治体の長に、そのワインを求めたとする新たな疑惑についての音声データや陳述書が示されたというんですね。今月7日に死亡しているのが見つかった兵庫県の前の西播磨県民局長の男性職員、兵庫県庁の出先機関の局長ですから、まあ、幹部職員ですよね。この男性職員、もう亡くなっていますが、この方が準備した音声データや陳述書ということで、遺族が12日百条委員会に提供したということです。斉藤知事は昨日改めて辞職を否定しましたが、進退を問う声は強まっているというのが今日読売新聞の朝刊です。これ百条委員会というのは地方自治法100条で、設置が決められている委員会なんですよね、はい。で、要はその地元の自治体に、その自治体の運営
営に関わるくらい重大な疑惑が発生したときに、これその地方議会が設置することができるんですけれども、はい、それこそ国会の承認喚問と一緒で、呼ばれたのに理由なく欠席したらこれ罪に問われたり、はい、罰則がついてると。でその百条委員会で嘘をついたりしても、はい、これ罪に問われるっていうね、虚偽証言をしたら、はい、これ地方自治法百条が規定するから百条委員会っていうわけですけれども、はい、百条委員会が19日に行われることが兵庫県議会決まってるんですけれども、なんか51年ぶりらしいですね、兵庫県議会、兵庫県議会開くのが。でその百条委員会を前に、この男性職員は、死亡しているのが見つかってるわけですけれども、百条委員会に向けて今その理事会が開かれて、その百条委員会で審議すべきかどうかということを今議論しているのがこの音声データであり陳述書なわけですけれども、はい、百条委員会によると遺族側からは、この亡くなった男性職員が一死をもって抗議をする、だから自分の一人の死をもって抗議をする、はい、百条委員会は最後までやり通してほしいといった趣旨のメッセージを残していたことも伝えられたんだそうです、遺族からね。で関係者によるとこの音声データ陳述書ですけれども、斉藤知事が2022年おととしの11月に出張先の兵庫県西部で行われた会合で、地元特産のワインについてまだ飲んだことがない、折を見てお願いしますなどと、市長首長に求めるやり取りが音声データであるんですってね。でこれ市長側首長側が実際に斉藤知事にワインを送ったとする男性職員の主張もこの陳述には含まれているそうです、はい、男性職員が3月に一部県議会議員らに配布した文書で指摘された斉藤知事に関する、疑惑というのが部下へのパワハラなど7項目あるわけですけれども、今回のこの、ワイン頂戴疑惑は7項目に入ってなかった、うん、ということなんですね、はい、これ3月にまず一度大きく報道されました事件の経事件この疑惑の経緯ですけれども、3月中旬に西有馬県民局長という、まあ、兵庫県の職員の中では幹部職員です、この方が斉藤知事にパワハラとか物をもらってるっていう、そういう疑惑がありますよ、7件ありますよっていうのを、まあ、県議会議員もそうですけど報道機関にも、そういった文書を送ったわけですね、はい、でそれがバレ、この県民局長は解任クビになるわけですね。で3月末にそもそも退職する予定だったんだけど、3月27日にその退職も取り消して、はい、とりあえずその処分を待てっていう状況になったわけですね、でこの日に斉藤知事は会見をして、その疑惑は事実無根、嘘800、はい、公務中勤務時間中に、こんなことをするなんて公務員失格だまで非常に厳しいことを言ったわけですけれども、その後にポロポロとそこの7項目の中で、いや実はあれ本当にあったみたいですよってことがバレてくるわけですね、で兵庫県は、その今そのやり取りあったのは3月末ですけれども、5月7日になって、この文書について、その西有馬県民局長だった男性職員が報道機関や県議会議員の一部に送った文書について革新的な部分が事実ではないとする内部調査結果を発表します。あくまでも内部調査です、はい、でこれで、事実じゃないことを、公にしたということで停職3ヶ月の懲戒処分を受けるわけですね、はい、退職を取り消させて、停職3ヶ月の懲戒処分にするってことを本当にやったわけですけれども、結局だからこれ内部告発というのは本当は告発者守られなければいけないのに、公益通報、公益通報、はい、公の利益になるはずなのに、結局処分を受ける、はい、嘘800って言われる、でしかもこの百条委員会を開いた時に、この県民局長だった西有馬県民局長だった人のそのパソコンを提示しろって言われて、ご自身のそのプライバシーが全部暴露されるんじゃないかってことで、まあ、追い込まれた部分があったようで、今月7日に、県民局長の方が亡くなっているのが見つかったというそういう経緯だったんですけれども、その後の動きで言うと副知事の方がね、涙ながらに会見をしまして辞職をしました、はい、知事のパワハラ疑惑なんだけれども副知事が辞職をして、その副知事は5回にわたって斉藤知事に一緒に辞めましょうということを進言したんだけど聞き入れられず、昨日の会見でも斉藤知事は辞めない、どうしたんですかね、来年の7月まで任期があるんでね、人の噂も75日であと1年ぐらい経ったらみんな忘れると思ってるのかしら。いやでもね、人が亡くなられてるわけで、はい、でそのパワハラっていうのは確かにまあその評価が分かれるところではあると思うんですよね。その事実があったとして、うん、それをパワハラと感じる人とが申告したとして、それがパワハラと認定されるかどうかは別問題ですけども、はい、それをパワハラと感じたことが、自分はパワハラと感じていることをそういうふうにまあ公にすることが、うん、嘘800と
という評価の仕方っていうのは僕はおかしいと思うんですよね。うん、早々に知事が言ってしまいましたですからね。そこは、最終的に第三者の、機関が判断して、パワハラがあったかなかったかっていうのは、いろいろ判断分かるのは、そうやったとしても、そう感じる人の、その感じ方に対して、それを嘘という評価の仕方おかしいと思うんですよね。そうですね。で、しかもそれが内部通報だったら守られなければいけないっていうのが法律で定められているのに、不利益の取り扱いを受けてはいけない。そんで内部通報っていうのの中にも公益の中、その報道機関にそういう通報することも含むと認められてるんですよね。書いてあるのに、これは公益通報じゃないっていうような評価をした。で、その後、まあ、第三者機関の調査も入れるってことなんだけど、結果的には非常に権限の強い議会の百条委員会ってことになるわけですけれども、これ早々にこれが全部嘘発覚であるとか、内部調査で革新的な部分が事実でないってことをよくもまあ言えたもんだなって今、隅田さんがおっしゃったように、そのパワハラっていうのは受け止める方のその気持ちの問題っていう部分もあるわけだし、事実認定っていうのが当然あるわけですけど、それは調査中といえばいいわけであって、嘘800っていうのは完全にその自分が加害者側なのに自分だけの都合でものを考えてるっていうことですよね。まあ、その全く事実やないことを言って、それをパワハラやと評価してたらそういう嘘800という評価の仕方もあるかもしれないですけど、そこが、3月の段階ではそうやって言って逃れられると思ったんじゃないですか。全く事実じゃない、7項目全部嘘だって言えると思ったんでしょうけど、今ね、辞めた方が若いです、まだ46歳ですから、絶対この後の人生があると思うんですけどね、ずる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 いらっしゃる方が傷口が深くなっていくと思うんですけどね、この方はもともと総務官僚です、いわゆるキャリア官僚ですよね。そうですね。総務省というのは、かつてでいう自治省です。自治省、戦前で言えば内務省、だ全国の自治体を全部統括する強い権限を持っている役所で、斉藤知事ご自身も新潟県の佐渡市とか、三重県とか宮城県とかに若くして出向するわけですね、で若いうちに出向しても出向先に行けば課長とか部長になるわけですよ。そうすると旧自治省自治官僚の人が来てくれたわけだから、それは地元の首長市町村長もいやいやいやどうも課長さん、ありがとうございます。それはね、上を下にも置かないずっとね待遇受けてきてるわけですよ。ずいぶん年上の人たちがもうね、蛇こすらうわけですよ、それでちゃんとできた人だったらばそれをそのまま、まあまあそういうこともあるなと思ってやっていけるんだろうけれども、やっぱり兵庫県知事まで上り詰めちゃうと、タガが外れるんでしょうね。偉そうになっちゃうのかもしれません。で、最近の政治家の方の類型にものすごく当てはまんなと思うのは、今、政治家としてすごくやっぱり人気が出てる人というのは、やっぱりこう、すごくね、弁舌鋭く、爽やかで、ね、こう鋭く、そして見た目は爽やかな人が世の中変えてくれるんじゃないかっていう本当にイメージがある。まあそういう方ですよね。でもそういう方で、こう、見た目は爽やかで、弁舌も鋭いんだけれども、こう、心の中で言うと、こう、なんとなくこう、底意地が悪い政治家っていうのが、この10年、15年人気を取ってるかな、なんかこう、一般有権者を下に見るような人がね、だけどそう見えないもんだからみんなが支持をしてしまう。本当は偉そうなこと思ってんだけど。